so much. はい。AGDQ をご覧の皆様、really、こんばんは。ここから司会を担当します猫です。I've got a $5. This was some love for Snow Dog.次のゲームは、ストリートアタックです。こちら、解説者の方がいらっしゃいます、解説のシュガさんです。よろしくお願いします。So whether it's $5 or $500, anything that you can give is super important, and we really appreciate it all. お願いします。じゃあ、ゲームの説明等を、よろしくお願いします。はい、わかりました。And I've got word in my little ear that we are ready for Tetris Attack. So FFR Pro 21, take it away. テトリスではありません。はい、先にね、大事なことなんで言っておくんですけど、テトリスではない。テトリスではないんですよ。Hello, everybody. Hopefully, you guys have been enjoying the final day. Super Famicom 版のパネルデポンの海外版となっております。I am FFR Pro 21. This is Tetris Attack for Super Nintendo Entertainment System. はい。We will be going through the versus mode. ファミコンなんですけど、キャラクターがですね、ヨッシーになってたりとか、敵キャラクターもね、ヨッシー側のキャラクターになっていたりとか、いろいろ変わっていたりします。ゲームシステムも一部違うところがあるので、やっていく中で説明していければなと思います。ということで、今回ですね、奏者の方が、FFR Pro 21さんですね、私はもうずっとプロさんって呼んでるんですけど、FFR Pro 21さん、プロさんですね、プロさんなんですが、今回やるテトリスアタックのですね、一番難しいモードですね、コンピューターを倒す VS コンピューターモードの一番難しいモードの、ベリーハードを走るんですけど、記録の方がですね、世界2位の記録を持っている方です。で、ハードとかね、ハードでは世界1位の記録を持ってたりとか、ノーマルでは世界2位とか、イージーだと世界1位とか、すごいね、記録をたくさん持っている、とてもね、上手な方となっております。で、今回このプロさんとは、ちょっと昔からね、仲良くさせていただいているので、今回、本番に向けてね、インタビューをしてきました。インタビューをしてきたので、そこのね説明をちょっと説明というか回答をね言っていこうかなと思います、3つ目インタビューしてきました、まず1つ目今回走ることに対する意気込みですね今回走ることに対する意気込みそれがですね、テトリスアタックは、まあ、コミュニティで最もこう人気のあるパズルゲームのね1つで、今回行うカテゴリーがですね、長年にわたってこうかなり歴史を集めてきたすごい大事な、ね、ゲームとなってまして、でこうリーダーボードの中でも最もこう人気があって競争力のあるカテゴリーなので、頑張ってプレイしていきたいというふうにお答えいただきました。やる気はバッチリ。で続いて、2つ目ですね、日本人の視聴者の皆さんに何か伝えたいことありますかっていう、ね、質問なんですけど、日本のパネルデポンコミュニティには、スピードラン、まあ、RTA ですねと対戦の両方のコミュニティから、まあ、パネルデポンシリーズをさまざまな意味でこれまでにない新しい限界まで押し上げた素晴らしいプレイヤーがたくさんいるというあのすごいお褒めの言葉をいただきました賛辞を送りたいと日本人プレイヤーの方はねこうすごいパネルデポンの限界を押し上げてくれたのでありがとうっていう言葉をいただきました嬉しい、続きまして3つ目ですね今回プレイするテトリスアタックで、好きなキャラクターはいますかっていう質問なんですけど、好きなキャラクターはですね2人いると、2キャラいると。で、1人目がですね、ポチっていうキャラクター、ステージ3で出てくるね、ポチっていうキャラクターなんですけど、ポチはですね、ちょっとゲーム中のすべてのことをポチ扱いしているミームがあるそうなんですけど、そういうミームがあるらしいんですけど、可愛い子犬だから、まあ、好きだよということで始まりましたね。で、
ちょっともう一人の子はそのステージになったら説明しようと思います。グッドラック。ということで、早速始まっております。コンピューターにですね、連鎖や同時消しといった、攻撃を組んで、攻撃をお邪魔パネルを送ってですね、倒していくという流れになっていきます。まあ、パネルでポンと同じですね。パネルでポンやったことある方は、なんとなくね、同じだって思うんじゃないでしょうか。で、ステージ2ですね。ステージ2がター君ですね。ター君戦です。コンピューターの動きちょっと見てほしい。コンピューターの動きも見てほしいし、プロさんの動きも見てほしい。コンピューターはですね、開幕整地をしてから、3つにこうどんどん3つとか4つとかですね、適当に消していくっていう動きを繰り返すので、まあ、その動きをしている間に、連鎖や同時消しを組んで、コンピューターの盤面にお邪魔パネルを送って早く倒していくよって、10秒台はすごく早いです。一発で倒してるので10秒台はめちゃくちゃ早いですね。で、ステージ3のこのポチですね、ポチが、プロさん、当社のプロさんの好きなキャラクターですね。かわいい。で、ちょっとプロさんの方を説明しましょうか。6個同時消しやって、赤やって、で、送る感じですかね。これで攻撃が足りてるので、一旦送ります。で、送られると、コンピューターは、お邪魔パネルが盤面に送られると、消せるパネルが生まれる状況になるまで整地します。盤面をこう平らにしようとするんですね。消せるパネルが生まれる状況が現れるまでというか、まあ、整地しだすんですよね。でその間に、コンピューターの行動余裕時間がなくなって勝ちみたいな感じの流れになっています。で、コンピューターの行動パターンがですね、スーパーファミコン版とは違いまして、特に違うのが、まあ、最初のですね、最初というか、お邪魔パネルがない状況ですね。お邪魔パネルがない状況のコンピューターの動きがすごい違います。とっても違うんですよ。ある状況はほとんど同じですね。スーパーファミコン版、日本版のパネルデポンと、ほとんど同じ。お邪魔パネル消すんですよ。で、ちょっと連鎖が組めたりします。頑張ってますね、コンピューターが。だいぶ頑張ってますけど、もうありますね。OK です。スーパーファミコン版だと連鎖組めないんですよね、コンピューター。はい、スーパーファミコン版の日本版のパネルでポンは連鎖が組めません。なんですけど、こっちはちょっと知能を得たので、ただまだ連鎖組めないです、そんなに。まだ組めない。まだ組めないんですよ。で、ステージ5のゲロゲロですね。で、連鎖組んで4連鎖で同時消し入れて、これで送る感じですね。コンピューター側で消せるパネルがない状況なので、これでコンピューターが整地しに行くんですけど、ちょっと連鎖組んでてパネルが少ないから、お邪魔パネルもうちょっと送りたいですね。もうちょっと送りたい。もうちょっと送りたいですね。足りてないので。これで8個同時消しで2段振るのでちょうどぴったりですかね。OK です。完璧ですね。完璧な罪ですね。そうですね。あれ消されてても、まあ1段しかなくて消せるパネルがないので大丈夫でしたね。で、次のビッグウンババですね。ビッグウンババが、奏者のプロさんが好きなキャラクターの2キャラ目として挙げたのが、このビッグウンババちゃんの BGM が好きと。BGM が好きだという情報を仕入れました。はい、BGM がね、日本版のパネポンとね、同じなんですけど、ステージ6の BGM と。いい BGM ですね。で、攻撃足りてますね。ちょうど、ただ赤が間に合いましたね、コンピューターの。あんな感じで、消しに行く動きをするので、それがね、まあ、間に合うか間に合わないかっていう、いいタイミングで足りてる量をしっかり送るっていうのが大事になってきます。まあまあ、その後がなかったので、十分いい感じなんじゃないかなと思います。Discord, we do weekly events. で、続きましてステージ7ですね。もう半分切りましたね。ステージが12までなので早いです。で、ステージ7のノモズ戦ですね。ノモズ戦なんですけど、まず連鎖の方見ていきましょう。6個同時消しから黄色の67か。で、赤と紫と水色入れて、綺麗ですね。で、6個同時消しの5連鎖目入れて、で、送ります。で、コンピューター右左という感じで、そしていくので、また攻撃が足りてない。足りててもちょっと厳しかった感じはしますけど、まあしょうがないですね。ここからまた足りてる量の攻撃をしっかり送ることが大事になってきます。で、コンピューター上行きます。コンピューターは、基本的にこういう上と下で消せるパネルがあると、上から消したがる生き物なので、上の方にカーソルを動かして上から消していくっていうのが基本的なコンピューターの行動パターンになっております。可愛いですね。で、次がステージ8のビッグ Q ちゃん戦ですね。ビッグ Q ちゃんなんですけど、海外名だとラファエル・ザ・レーヴンっていう謎にかっこいい名前になってます。
で、6個同時消しから緑入れて、黄色は入れて、で、黄色を入れて、で、水色入れて、緑は入れないけど、ちょっと競り上がりが起きて、まあ、ここでもう一回送り直しですかね、攻撃を。で、赤入れて、緑入れて、で、これで一旦足りてるので、このままちょっとコンピューターの動きを経過観察っていう感じですかね。これで整地するので OK ですね。ちょっとね、テトリスアタック版のコンピューターは、考える時間が必要になってくるので、動くまで。なんか、賢くなったけど、賢いことをするために、その賢いことをしようって考える時間が必要になったっていう、そういう、なんか、劣化なのか進化なのかみたいな過程を得てる。で、ステージ9のビッグノコノコ戦なんですけど、ステージ9から連鎖が組めるようになります。今、組もうとしてましたね。間に合ってませんけど。今も組もうとしてましたね。間に合ってませんけど。今も組もうとしてた。緑を入れようとしてましたね。間に合ってませんけど。今も黄色がね、あーかわいい。何も間に合ってない。連鎖を入れようとする動きをするんですけど、ちょっと遅いんですよ。判断が。怖いですね。全部間に合ってない。怖いわ。全部間に合ってない。今、放置で繋がってた場面もあったんですけど、崩してましたね。自分から、自分の見えた連鎖はこれだってやりたがるんですよ。かわいいわ。で、次のビッグパックン戦です。ステージ10。これもね、また整地して、で、消して、消して、で、消した後に、こう、連鎖ができそうな場所があったら、今みたいに黄色入れたり、みたいな動きをします。ちょっとコンピューターの説明ばっかりで申し訳ないんですけど、プロさんもいい連鎖を組んでます。足りているということはね、いい連鎖が組めているということなので。で、黄色を消して、で、水色消して、水色消して、もうこれ攻撃が。で、一段足りない。これで、一段、もう一段。緑が。おー、ナイス、足りてる、ありがとう。よかったですね。危なかった。ナイスです。攻撃量、完璧でしたね。超良かったです。足りて、あそこで足りてないと緑が間に合ってたので、コンピューター側で。なので、ね、で、ステージ11、ラスボス1個前ですね。カメック戦です。あれ、ポチにしました、ね。あ、ポチにした。お、配慮か？好きなキャラクターです。プロさんの。ありがとうございます。プロさん好き。で、そうですね、4個同時に入れて、コンピューターが高いので送りましたが、これ、ここからどれだけコンピューターが頑張ってる連鎖を頑張らないで。コンピューター頑張らない方がいいので。あんまり頑張らず緑入れるね、そうね、みたいな感じで連鎖を、連鎖がね、生まれるんですけど、お、落とした、今の、いいですね、コンピューター側が水色を落としたので、消せなくなって、消せるところがなくなって、よそのところを消しに行く動きをしたので、勝ちになりましたね、完璧です。そう、そう、ね、そう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 、で、ラスボスのクッパ様です。はい、クッパ様。クッパになりましたね。海外版になったら。で、6個同時消し入れて、水色入れて、紫入れて、緑を入れるのかな？緑入れて、ない、なるほど。あえて送りました。コンピューターが高めだったので、一回送って、これはもう消される方が、消されない？お、足りてはいる。お待ちされますか。消された後は、消された後の配色はどうやら見えてないっぽいので、これは、日本語版と同じですね。ただその消えた後のパネルは見えてるみたいな、なんか謎なんですかね。ここはしっかり攻撃を送り直したいところですね。攻撃をしっかり送り直して、足りている量の状況、足りている攻撃が足りている状況を作りたいですね。で、クッパ様これまた左からどんどん整地していきます。どんどん黄色かな、あ、そうですね、左端で黄色を消します。で、なのでここでもまた攻撃を送りたいんですけど、攻撃ね、あんまり送りたくないんですよ。送りたいけど送りたくないって、処理落ちがね、すごいので、処理落ち回避のためにあまり送りたくはないんですよ。必要最低限で、攻撃量は止めたいんですけど、止めたいんですけど、ただ必要なものは入れないといけないみたいな、そういう感じになってます。コンピューターがね、強いんですよね。スーパーファミコン版とは別ベクトルの強さとなっておりまして、連鎖が組めるようになるので、結構、奏者側のプロさん側の盤面を見ていただければ分かる通り、お邪魔パネルがね、結構しっかり降ってきてます。スーパーファミコン版でこんな降ってくることはなかなかないんですけど、しっかりとね、送られてきてますね。ここは頑張って、お、終わった、終わりましたね。タイマーストップです。あ、タイマーストップのタイミングが違うのかな。あ、ここかな。10分切れましたね。10分切れましたね。10分切れたので、全然 OK ですね。早いと思います。一発勝負なので。It could have easily been a minute shorter, but 駆け抜けてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。どうしても短いゲームなんで。そうですね、一瞬で終わりでしたけど、今回ね、ベリーハード単体のカテゴリーだったので、
2000年ね、ステージ1から12までサクッとプロさんが倒していきました。綺麗でしたね。素晴らしかったです。GG。いろいろね話したかったことがあったような気がしたんですけど、海外勢だと連鎖のことをチェインって言って同時消しのことをコンボっていうよみたいな説明もねちょっとしたかったんですけど今しました。連鎖がコンボじゃなくて同時消しがコンボなんですよね。で連鎖はチェインですね。そういう感じで言い換えてますね。海外だとちょっとねややこしかったりはします。ということでエンディングなんですけど、かわいいですね。かわいいですね。ヨッシーが、ヨッシー、今回キャラクターがですね、スーパーマリオワールド2と、ヨッシーアイランドのキャラクターがこういろいろね混ざって出てきてます。でこれキャラクターがね、日本版の日本のね妖精さんから変わった理由があるんですけど、海外のね海外でも出そうよっていう話になった時に、その現地のスタッフの方がこんな妖精かわいい妖精さんのキャラクターイラストが受けるのは一部の日本のアニメが好きな人だけだって言って、あじゃあヨッシーにしますっていう感じになったんですよ。ね、ちょっと当時はねなかなかそういう文化が難しかったのかもしれないですね。まあまあそのおかげでねヨッシーの方も可愛いし妖精さんも可愛いしって2粒美味しいものになったんでいいんじゃないかなと思います。というね経緯があって今回こういった感じで海外版の、テトリスアタックという感じで出されたというね流れになっておりました。はい、はい、じゃあ終わりましたね。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後に何か宣伝等ございますか？宣伝ですか？はい、何かあれば。毎日パネポンやってますぐらいです、ね。違う。それぐらいです。パネポン、あ、そうだ、任天堂スイッチオンラインに入ってれば、スーパーファミコン、任天堂スイッチオンラインのスーパーファミコンでパネルでポンが遊べるので、ぜひプレイしてみてください。よろしくお願いします。はい、以上です。スイッチオンラインに入っていれば無料で遊べてしまうので、皆さんもぜひ遊んでみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回、テトリスアタックの解説は、シュガさんでした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。解説の方も、ここで交代となります。ありがとうございました。それでは次の準備がありますので、失礼いたします。Game my mother enjoyed playing as well. Thank you so much for showing this game off at this GDQ. Absolutely. Thank you very much for that story. I love hearing stuff like that. Also have $15 from JB Henry. They say happy to support FFR with Tetris Attack. I hope he is able to block out the negativity his computer opponents bring to him, despite how stacked the odds may be. JB Henry, thank you so much for that donation. And again, FFR, wonderful job.On that run. Just a quick check in here. We do have this difficulty upgrade incentive for Sailor Moon. It's sitting at just under 4,500 out of 15,000, and we have less than an hour to meet it. Chat, let's get cranking. Let's get this Saturday morning for me rolling.And let's really make some fun stuff happen. We want to see the games, but we want to see them difficult. Got a $250 donation from Anonymous saying, wishing everyone good health and good days ahead. Well, that's a sweet sentiment. Thank you so much for your generosity. Really appreciate it. Again, you are watching Awesome Games Done Quick Online 2022.Powered by Twitch. We've got Blazing Chrome coming up in a little bit. Here in this last day. How is it already Saturday? The time just flies by when you have non-stop amazing speedruns and showcases. Captain Toaster gives $50. They say GDQ is the best time of the year, and it happens twice.It's been incredible this year, thanks to all behind the scenes making it happen. Absolutely, everyone behind the scenes, all of the volunteers, all of the staff. Such amazing work
The fact that we can orchestrate this and have this online be as successful and as fun and as smooth as it is, it just blows my mind continuously. Got $250 from Elbert with no comment, but thank you so much. And $250 from Meowcat. No comment, but thank you so much. Very much appreciated. I've got $25 from Otis. It says, hello, person reading this comment. Make sure to drink some water. You know what? I will. In fact, let's all have just a little hydration break. Feel good and get ready to roll into our next set of games. All right, chat. That is gonna do it for me. This is the end of my volunteering and my hosting this GDQ. It has been absolutely fantastic. Thank you so much for all the love. I really appreciate it. And I am gonna be placing you in the hands of one of the best people on this planet. Stick around and say hello and give all the love to a good friend of mine, Nicole. Good night. See you around, all. Well, Kyle, thank you so much. You're amazing. Well, hello, GDQ chat. I am Nicole Goodnight, and I am super excited to be your host for the next few runs. I hope you're having a lovely morning, everyone. I have a $100 donation from Henrik. Games Done Quick events is always the best part of the year. I've gotten help feeding games by watching these events, and I'm so grateful for that. Thanks for all you do, and keep it up. Thank you for all you do. You keep it up. Thank you so much for your donation. And chat, we have some super cool incentives still open, and the character choice is still open for Blazing Chrome, which is our next run. We have Doyle at 295, Mavra at 285. I love a close race, but I got some interesting news on the lore of Doyle, and I would love to see them pull ahead. So if we can get some donations towards that. Also, something I would love to see too is the Bishoujo Senshi Sailor Moon R difficulty upgrade. We are $9,338 away from that and have till, I believe, the end of the next run. Can we do it, Twitch chat? More wild things have happened. I think we can do it. So let's get those in. And also, the character choice is still open for that as well. Regular versus Chibi. Which will it be? Twitch chat, it's in your hands. Also, gosh, y'all, we're only $66,000 away from $2 million raised. This is amazing. You all are doing good things. You all are great. You all are amazing. Thank you so much. I have a $25 donation from Tiffany. This donation is from my three cats. Their names are Kazoo, Ginkgo, and Vinyl. Thank you so much for your donation, Kazoo, Ginkgo, and Vinyl. They are amazing cats, good cats. Thank you so much. $25 from Eleanor Canuel. As a cancer survivor, I'm very appreciative of all the funds raised through AGDQ for a great cause. Can't wait to watch the Bishoujo Senshi Sailor Moon run, so donating to see hard mode. Go Sailor Jupiter! Thank you so much for your donation. I'm also super excited and hope to see it in hard mode, too. Anonymous donates $100. There is no comment, but Anonymous, thank you so much. And of course, we have to bring attention to the amazing music that's been going on. We have $25 from the Jaden Meow. Let's hear some of that sweet, sweet Deltarune music. Thank you so much for your donation. And Blaze Hedgehog poses an interesting question with a $25 donation. Here's something to chew on. Is video games one word or two? It's a solid question. It's a good question. I have $20 from Bean's mom. Hi, my mom wanted to donate, but couldn't figure out how, so she sent me $20 so that I could donate for her. Hi, mom. That's really cute. Thank you so much for your donation.
as a reminder, we are benefiting the Prevent Cancer Foundation, which founded in 1985 is a U.S.-based nonprofit organization. Their mission is to save lives across all populations through cancer prevention and early detection by focusing their work through research, education, outreach, and advocacy. Their vision is to stop cancer before it starts. You can find out more information about PCF at preventcancer.org. We have a $25 donation from Kakanel, longtime watcher, first-time donator. Keep up the good work. Thank you so much for your donation. I have a donation from Zing129 about the previous game. It is for $500. Had to donate for my wife's favorite game. Glad to see Tetris Attack back at GDQ. Thank you so, so much for your donation, and that was an amazing run. And I have just received word that we are all ready for Blazing Chrome with Kurthar, so Kurthar, take it away.